しっかりしろ秀吉。秀吉、秀吉、秀吉殿。おじきは。もういいか。政務が山ほど残っている。水成、てめえなんでそんな涼しい顔してやがる。なぜ今泣かない。その賢い頭、泣き方すら忘れたか。泣けよ。泣けるだろ三成。聞こえるか。城内に響く家康殿の泣き声が。あの家康殿ですら。泣いても秀吉様は戻らぬ。俺には俺のやることがある。主君を失ったばかりの男には見えんな。家康は本当に悲しみ、心から泣いている。だが奴は明日には変われる。目指す者のためなら涙や情など容赦なく捨てることができる。ああ、家康は底知れぬ男だ。だから変な気は起こすな。余計なお世話だ。誰に出す書状か知らないが、字がにじんで使い物にならぬだろう。もう今日は休んだ方がいい。余計なお世話だ。家康の野心は明白。奴はありとあらゆる手を使い、秀吉様が作り上げた治世を覆さんとしている。義は我らにあり。この一戦に勝ち、豊臣の世を守り抜くのだ。天下を定める大一番よ。分かった。みんな心を一つにして西軍を打ち破らん。おじ上、我らは少数、完全の敵は大軍。島津の兵が強いと言っても、貨幣には貨幣の戦い方がある。我らの軍に敵を誘い出し、叩けばよい。小早川の様子を奴に乗られて即西軍本陣、本陣を襲われればこの戦は終わる。
歩。身が平らげた。手負いのまま戦われとる迷惑のだけだ。一度本陣に戻り手当てせ。わかりました。俺が戻るから粘ってくださいよ。シマタコンを撃退したぞ。戦もらった。お前の配下どもは何故とどまって我らを睨むか。何、小早川殿が動いたら援護せよと申し伝えている。未だ我らの前の敵は崩れぬか。戦え。左近を破ったと図に乗っている奴を見てば眼前の敵の士気も下がろうか。開門。叔父上、敵の大軍が我らの本陣へ。キャンキャン吠えるな。軍を二手に。ここで黒田を撃ち、本陣を守るぞ。この勢い、止められるものなら止めてみよう。何が出るぞ。力負けしているか。行けるとこまで行ってやる。強い、始末も強い。助太刀感謝いたす。敵将鬼が平らげた。頼みにならぬ。我らで勝ちをつかみに行くぞ。敵将鬼が平らげた。敵将鬼が平らげた。
攻を跳ねのけました。このままいけばこの戦勝てる。気を抜くな豊久、どこに落とし穴があるかわからんで。なかなかやりおる。大槌を用意せよ。敵陣に玉の雨を降らせ。なんと恐ろしい。家康殿がつい本気に。当分じゃ。今より我らは当分打ち勝つ。小早川の裏切りで敵の士気をうなぎ上り、我らは勇気が取れない。この私を負けない。ダメだ叔父上、島津は諦めない。島津、最後には絶対に勝たなくては。関ヶ原中央の敵を南に引きつけましょう。数が分散すれば島津は戦える。開門。再び出ます。この窮地休んじゃいられない。もやかでは義経には勝てまい。赤虎、おばやかを援護せよ。はしてやるぜ。
放すわけにはいかないんだ。俺たちの家、豊臣のために。させてもらおう。負け戦をひっくり返すよ。始末。年がいもなくはしゃいでしまったわ。一旦引き、次なる東軍の攻勢に備えるか。申し上げます、石田隊敗走、西軍は総崩れにございます。もう逃げ道はない。終わりだ。諦めるな。それでも薩摩の者の服か。道ならある。そこだ。敵本陣をかすめ、家康に島津の戦を見せつけろ。大勢は消したか。立ちの木を上げよ。俺は島津。忘れておったのでな。おじいめ、